連合ニュースによると、ロッテが在韓米軍高高度ミサイル防衛システム、サードの敷地を提供することにしたことをきっかけに、中国国営メディアが公然と韓国商品不買促進に乗り出した。ロッテはもちろん韓国のサムスンとヒュンダイもその標的とするということで事態が拡散する見通しである。これらのメディアは中国国民に愛国心を誇推しようという論理で不買運動を促している。これに対して中国が外国の投資を歓迎し、促進するとしておいて、自国の国内法に基づいて正常に営業している特定の外国企業を狙ってボイコットの声を上げるメディアを容認することが果たして正当なのかという議論が起きている。3月1日の共産党機関紙人民日報の姉妹紙環球時報英語版のグローバルタイムズ紙は社説で、韓国サード配備のために我々の反撃は組織的で断固とする必要があり、私たちの制裁は平和ながらも徹底しなければならない、としながら、中国の消費者は市場の力によって韓国を罰することで、韓国に教訓を与える主要な勢力がなければならない、と主張した。このメディアは、しかし我々は両国の関係を破壊する措置まですることはできない、とし、中国経済が被害を受けないようにすることが今回の制裁において最も基本とすべきだ、と強調した。これはサード韓半島配備決定を報復する次元で中国人が韓国企業に実力行使をしようと扇動しながらも、中国経済全般に影響を与える方向に行ってはならないという案内までしたものと解釈された。グローバルタイムズは、平凡な中国の人々が韓国に対する制裁の主な役割をしなければならない、と中国人の韓国旅行が昨年1741万人に達したという点と、韓国ドラマと公演が中国国内の韓流を導いているという点を強調した。この媒体は、中国はサムスンとヒュンダイの最大の市場であり、これらの企業に対する制裁は複雑な結果を生むだろう、とし、しかし中韓対立が加速しており、これらの企業も近いうちに困難を経験するだろう、と警告した。私たちもチャンゲを追放しろ。赤パククネは米国裏切って戦勝説にでも言って。この機会に全世界が知るべきである、中国への投資がどれだけ危険で無謀なのか。サムスン半導体、OLED がなければすぐに携帯電話一つ作れない野蛮なチャンゲ、ふふふ。中国と親しくなればどうなるのか。韓国が中国戦勝説に行った時、米国は報復もしなかった。中国が間違っているが、米国の話も間違っている。急に慰安婦合意して日本軍事協定などなど。いっそちゃんこらの地から撤退するのが、これの何が不安で商売をするのか。そうです。中国でビジネスをするのは化村工業団地に入るのと同じことでしょう。いつ人質に捕らえられて殴られるかわからない。すべて撤収して断行しよう。北海が打ち上げる弾道ミサイルが座標入力エラーと発射体の機械的欠陥により、北京市内のど真ん中や上海や天津市の中心部に落ちろ。一度落ちれば我が国のサード配備について積極的に共感するだろう。必要性を感じるのではなく、チャンゲはすでに防衛システムを持っている。それでいて私たちには配備するなという。ところでチャンゲを擁護してサードに反対する国会議員らもいるということ。中国で働く韓国人が30万を超えています。サード一つのために皆撤退しなければならないんですか？経済報復して国家不渡りになって先に滅びます。中国が一流国家でない理由がある。土地だけ大幅に拡大したのに小国ほどにもならないナショナリズム。チャンゲはやはり考えもチャンゲらしいね。信じられない奴ら。この際中国とは断絶が答えである。大国気取りで弱小国を飼いならすこともする。小国のくせに頭にくる。ああやって大騒ぎするところを見るとサードをさらに3つ4つ置く必要があるね。私たちも一度チェジュの中国人の土地をすべて回収してチャンゲを送り返せ。編集所感。中国メディアが騒いでいるということは中国政府に同じような意向があると考えてよい。生かさず殺さずで韓国企業を叩きのめそうとしているのだろう。韓国企業は撤退もせず、反撃もできずに適度に疲弊することを狙っていると思われる。確かに韓国の部品がなければ作れない精密機器などもあるので断絶は得策ではない。とはいえ国内企業を育てていっているのでいずれは不要になる存在だろう。まだまだ国内に置いておいて盗みたい技術も大いにあるのだろう。雇用確保にも貢献している。なので撤退するほど痛めつけられないということだ。
ただでさえ今や中国から各種企業が抜け出して東南アジアへと向かっている。中国もある程度はそれに歯止めをかけなければならない。中国政府はメディアを通じて国民を操り、強力かつ節度のある制裁をしていくということだ。どこかでほとぼりが冷めるか、韓国政府が方針転換すれば、それこそ中央政府がまたメディアを通じて制裁を終了させるだろう。愚かにも中国人は自分の意思で反感をするのではなく、所詮中国政府に扇動されてやることとなるのだ。その姿はあまりに露骨で愚かしい。本人たちはそんな風に考えることもなく、感情的なニュースにひたすら扇動され続けるのだろう。まあこれは中国に限ったことではなく、どこにでもあることだが、政府の意向がこれほどまでに反映されるのはさすが中国である。そして韓国企業にできることはそれほどない。韓国新政権の動向に注目し、働きかけるくらいしかないだろう。チャンネルへのご登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録。